ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーツ名古屋より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただく車がレクサス LX600 エグゼクティブ2022年式18,000キロ、こちらの車両になります。じゃあというわけで、はい、早速車の方を紹介していきたいと思います。はい、今回は僕視点でお届けいたします。ぜひよろしくお願いします。で早速なんですけども、はい、LX600 今受注停止中みたいですね。そうなんですよ。なんかホームページ見たらやっぱり世界規模で、はい、うん、オーダーが殺到しているみたいで、もうとりあえず受けた分の生産が追いつかないからでしょうか。うんうんうん、それはありますよね。はい、受注停止中ということで中古車市場少しプレネ傾向になっていると、はい、若干そうですね。はい、で僕は中古車情報サイトを覗いたんですけど、うん、結構価格がこうバラバラというか開きが大きいですよね。ですよね。はい、うん、ちょっとこれ比較的割高じゃないかなっていう車もあれば、うん、この内容でこの金額でっていう、まあ、プレネになると結構その傾向あるんですかね。確かにありますね。はい、でそんな中で今回ご紹介させていただくのが、はい、うん、600エグゼクティブということで、もう最上級グレードじゃないですか。もう全部乗せ、はい、てんこ盛り。もうこれ買っとけば間違いないやつですよね。間違いない。そうですね。で恥ずかしながら、はい、僕今回この紹介するまでよく調べなかったんですよ。うん、なんとなく、はい、ふわふわっと600あるなっていう感じだったんですけど、なんかねっていう具体的に見てみたら、はい、一番間違いなやつですね。今グレードとしてはエグゼクティブとあと標準とオフロード3パッケージというか、はい、スタイリングあるんですけど、エグゼクティブだと唯一4人乗りのみセパレートのシートになる、はい、うん、ということでオプションももうフルフルみたいですね。ほとんど全部ついているという状態ですかね。はい、というわけでそんな中でも今回の車はさらにモデリスタのエアロもついていると、はい、これ値段調べたら塗装済みのやつでも50万円ぐらいするらしいです。まあまあしますね。します。あとホイールがすごい高いんですよね。そうなんですよ。で今回はホイールも変わってるということで、これちょっと後でご紹介しますね。はい、であとは藤川さん、この色が珍しいじゃないですか。素敵です。はい、でこれがテレンカーキマイカ、はい、メタリック、うん、海外名称だとノリグリーン、はい、でこれ市場に今めちゃくちゃ少ないですね。うん、この緑色、はい、これちょっとうちらしくていいじゃないですか。最高です。というのもこちらのお車当社で買い取りさせていただいた。はい、そうですね。はい、以前カスタマイズさせていただいて、うん、その後買い取りさせていただいたお車ということで、はい、まあ、車の素性も分かってますし、はい、間違いないですね。はい、カスタマイズ も当社で一番おすすめのカスタマイズがハマってるということで、はいはい、そうです。間違いないかなと。はいはい、あとエクステリアに関してはもう完璧ですね。うん、完璧ですね。はい、レクサスらしいこの大型のグリルと、うん、はい、あとこの片側三眼のヘッドライト、はいはい、LED ですね。まあ、装備に関してはまあ最上級の、うん、まあ車格ですから、そうですね、まあ、必要なもの全部ついてるかなと。はい、安全性能だったりだとか、あと便利機能だったり、うん、はいはい、その辺は詳しくは中でご紹介させていただきます。はい、だと思ったのはやっぱりエグゼクティブだと、うん、あのメッキのパーツ、はいはい、比較的多いのと、うん、あのちゃんとペイントというかフェアリーになってるんで、はい、あの高級感ありますね。だね、バランスもよく、うん、オフロードになると各部黒くなったりするんで、はい、見た感じのキャラクターが変わってくるんですけども、ね、今回のエグゼクティブということで高級感抜群のこんなエクステリアになっております。はい、そして足元行きましょう。行きましょう。足元なんと今回アメリカ製単造ホイール、うん、アナーキーの24インチ、最高です。モデル名 AN20、 こちらが装着されてございます。うん、あ、いいですね。これもですね、あの私やらしいんですけど、はい、あの定価を調べました。あ、やらしいですね。1本66万円でした。ハッと来ましたね。というわけでタイヤまで入れると300万円オーバーの、はい、そうですね、はいはい、こちらのタイヤホイール、うん、そしてエグゼクティブだと標準が22インチになるということで、はい、今回は2インチアップのこちらのホイール、はい、やっぱりアメリカ製単造ホイールはちょっとこう芸術性が高いというか、そうですね、削り込みがやっぱりすごくじゃ、あの繊細だったりとかダイナミックだったりとかすごくいいですよね。なのでアメリカのセレブとか有名人がこぞって履くタイヤホイール、うん、はい、なの納得ですね。ですね、はい、そして今回はこれポリッシュのフィニッシュで、はい、2ピースのタイプこちらが装着されております。そしてあと24インチのこの295、これがなんかあの過去 そのカスタマイズでご紹介させていただいた時のブログ見返したら、うん、はい、国内未設定サイズだそうです。ああ、なるほど。当社の場合だと海外からパーツも仕入れたりしますから、その辺が絶妙なタイヤサイズで仕上がっている。いいですね、サイズ感、はいはい、この手の車ってやっぱりペラペラになっちゃったりすると、そうなんですよ、逆に安っぽく見えちゃうじゃないですか。はい、その太さだったりだとかタイヤの厚みっていうのはやっぱりこだわるべきところなん で、ね、今回その辺しっかりこだわって取り付けされております。はい、であとはこんな感じで
なんかルーフレールとかも全部標準でついてくるということで、はい、はい、こんな感じのエクステリアになっております。さあ、そして後ろに回ってきまして、はい、後ろすごく静観になりましたよね、現行モデルで。そしてこの横のラインが多用されてるんで、うん、なんかすごくこうスポーティーというか、そうですね、はい、あの間延びしてないというか、うんうんうん、なんか抜けた感じがしないですよね。ちゃんときちっとできてる感じがします。なんかラングルからのもちろん派生モデルがあると思うんですけど、はい、なんかそういうのはあんまり現行モデルだと感じさせない。まさに本当そうですね。ついあの1時間ぐらい前に話しましたけど、うん、はい、大元をたどればランドクルーザー、うん、シグナスじゃないですか、はい、そうですね、はい、そこをなんか忘れちゃうぐらいのなんかスタイリッシュなエクステリア、はい、そして真ん中にこの大型のレクサスのエンブレムが入ってて、はい、LX600 エンジンルームで紹介しますけれども、はい、あの600とはいえどエンジンの方は少しダウンサイズした V6 が搭載されているということ で、はい、それはエンジンルームで詳しくご紹介させていただきたいと思います。そしてあとはマフラーとかは、はい、うん、一応出てるんですか。一応出てますよ。あ、ここに端っこに、はいはい、さりげなく出てるわけですね、うん、そうです。なんか大げさ なんか4本出しとか、うん、メッキのトリムとかない。全くないですね、はい、すごいスマートなこんな感じのエクステリアになっております。はい、それでは続いて内装も見てみたいと思います、うん、内装があのエグゼクティブだと専用のものがいろいろついているということで、はい、まず一番目に入るのはこのセミアニリン仕上げの本革シート、はい、これあのステッチのパターンも違うんですよね。そうです。あの標準だとこのサイドサポートのところがつるんとした感じですけど、エグゼクティブになるとこの複雑なステッチが入ると、うん、はい、これセンターもそうなんですね。そうです。あ、座面のこの脇もちょろっとだけ入る。入ってますね、ここね。でセミアニリン仕上げということで、はい、この染めるのと塗るの の、うんうん、あの中間の仕上げでレザーに色がついてるんで、レザーの風合い結構残ってますよね。残ってますね、はい、いい感じだと思いますよ。しぼしぼだったりとか、はい、少し残っつつ、うん、いい感じのこの、はいはい、風合いのレザー。質感いいっすね、やっぱり。全然違います。そしてヘッドレストにはこのレクサスの L エンボスが入っていると、はい、そしてですね、あとは、うん、アートウッドインテリアパネルということで、はい、これもエグゼクティブ、うん、専用ですね。専用ですね、はい、そうですね。これその名の通りもアートですね。素晴らしいです、はい、これなんか天然の木目とかじゃなくって、はい、なんかすごい複雑な、なんか人工的な。そうですよね。あ、でもよく見るとすごいですね、これ。ちょっと和風な感じも感じるしますね、はい、こんな感じのパネルにもなってる、はい、であとは鉱石がメインで違ってくるところだと思いますので、その辺は詳しく鉱石でご紹介させていただきたいと思います、はい、であとはエグゼクティブだと最初にも触れましたけど、はい、ほぼオプションがないということで、はい、マークレビンソン標準、リアのエンターテインメント標準、はい、ムーンルーフも標準ということで、買って間違いないやつですね、はい、はい、間違いないです。こんな感じのインテリアになっております。続いて乗ってみたいと思います。結構やっぱり高いですね。そうですね、必須っすね。ただランクルってこう伝統的にここにグリップついてるんで、はい、まあ、グリップ掴んでもらえば、うん、はい、ステップもありますからね。そうですね、はい、まあ、標準装備ですもんね、はい、こんな感じで、うん、そして乗り込むと、うん、シート柔らか、柔らかいんですよね。柔らかいっすね、うん、お尻もめっちゃ沈み込むし、はい、背中もこうふわっていい感じです、包まれる感じで。そしてステアリングはこんな感じで、うん、これ結構複雑な形状してますね。本当ですね、はい、内側が、うん、そのアートウッド、ウッド、はい、そして外側がレザー、はい、本革ですね、うん、この辺の質感もいいですよね。いいですね、はい、そして物理キーもちゃんと残ってるという、はい、そしてメーターはこんな感じで、うん、フル液晶ですけども、はい、こんな感じのデジタルのメーター、うん、はい、そしてですね、うん、ダッシュボードはこのレザーかレザー調か分かんないですけど、うん、はい、ステッチの入ったこんな感じ、はい、そうですね。やっぱり奥行きは SUV だからそんなにないですよね。そうですね、意外とないです。ただ全体的にはこの水平気象なんで、うん、やっぱりこうレンジローバーと同じで、はい、車のこう傾きが、うん、あ、確かにね、はい、分かりやすいですね、捉えやすいデザインになってるかな、はい、うん、でナビに関してはこんな感じで、うん、いつものトヨタのやつですね。安心ですね、はい、はい、使いやすさはもう安定だと思います、はい、そうですね、はい、こんな感じで、うん、そしてあとはオフロード関係の表示だったりとか、はい、あとエアコン類なんかはこの辺で表示できると、うん、だこの辺も物理キーが残ってるのはめちゃくちゃいいなと、はい、あ、いいですね、うん、手袋しててもできる、はい、そして無駄なというか変わったタッチになってない、うん、はい、こんな感じで、はい、
そしてですね、もう全車標準ということで、うんうん、シートヒーター、ベンチレーション、はい、あとステアリングヒーター、はい、もうすべてついてると、うん、ステアリングヒーターも、うん、あ、オートと強と弱があるタイプ、うん、そうですね、はい、でシートヒーター、ベンチレーションもオートがあるんですか。ありますね。へえ。レクサスはこれオート結構使いますね、昔から。なるほど、はい、こんな感じになってると。で、はい、シフトもこの大型のタイプのシフト、はい、はい、これもグローブしてても全然いけますね。うん、いけます、はい、使いやすいです。そしてあとはこの辺パーキングだったりとか、この辺ちょっと飛ばしちゃいますね、うん、あとは車高上げ下げがもちろん円札なんでできると、はい、で大型のドリンクホルダーと、はい、はい、どっちからでも開く、はい、はい、センターの、はい、コンソール、うん、はい、でいいですね、この中は大きくて、はい、あ、大きいですね、うん、冷蔵庫とかにはなってないんですね。なってないですね、はい、これはね。これ取れるんですか。取れます、はい。え、これめっちゃ深い。そうなんですよ、でかいですよね。え、しかもこっちもちょっとあるんじゃないですか、うん、こんな感じの色々、はい、はい、便利に使えそうな、はい、いや、これファミリーユースで使えたらめちゃくちゃ幸せな車だと思うんですよ。最高ですよ、はい、こんな感じ。めちゃくちゃ贅沢です。そしてペダル関係に関しては、うん、国産車なんでもう申し分ないです、はい、ゴムのタイプの、うん、やっぱりこれはあれなんですかね、オフロード譲りな。そうですね、そこは無駄にこうステンレスのカバーとかつけないな、うん、そういうことなんですかね。だと思いますね。というわけでこんな感じの、はい、フットレストもやっぱり大きいんで使いやすいです。はい。そしてあとは、あ、この辺360度、うん、はい、ついてるということで押していただくと、はい、うん、はい、こんな感じで、はい、なんかサポート関係も充実してるんで、うん、はい、車の乗りやすさもあるかなと。そうですね。で天井関係はこの黒のファブリック、うん、はい、そしてバイザーも黒のファブリック、うん、はい、これ2枚欲しかったですね。でも、あ、確かにね、車格だったら、はい、うん、1枚ですけど、こんな感じ。でも質感はすごくいいですね。いいですね、肌触りが、はい、はい、でポケットって言っても何ですか、あの、うん、縫い目のある、うん、はいはい、目のあるやつじゃなくって、うん、なんだ、フリースみたいな、そうですね、そういう素材の、うん、天井なんで割と質感はいいです。そして今回の車はレーダー探知機とドライブレコーダーもついてると、はい、まあ、この辺も買ったら数万円数万円しますからね、はい、ついてて嬉しいアイテムじゃないでしょうか。そしてデジタルインナーミラーも標準ということで、うん、最近思ったんですけど、はい、デジタルインナーミラーって、うん、あのメーカーとかものによって全然映り違う、ね、全然違うんですよ。あの FPS って言えばいいのかな、うん、その描画のそのなんていうか、コマ数も違うし、はいはい、その明るさ、うん、輝度の調整以外のなんかその、うん、も違うし、はいはい、まあ、その辺メーカーものは割と安定してるのかなと。そうですね。で、まあ、もちろん使わない場合はオフにすることもできますので、こんなのもついてる、はい、そしてムーンルーフも標準装備ということで、はい、これシェードだけは、うん、はい、手動ですね。手動で開け閉めの、はいはい、こんな感じのインテリアになっております。続いて後席も見てみたいと思います。後席は土方店長が乗り込んでみたいと思います。贅沢な空間ですよこれSUV じゃないですよこれ、はい、というわけで、うん、エグゼクティブ4人乗りになるんで、このセパレート、うん、真ん中にコンソールがついたこちらのシートが標準装備になると、はい、これもあの、いや、これすごいな。前の席と変わんないじゃないですかこれ。変わんないですね。ですよね。一緒、一緒というか質感もほぼ一緒です。僕もちょっと乗り込んでみたいと思います。これはすごいな。はい、ということで、あ、後ろもやっぱりこのグリップ重要ですね、うん、重要、はい、これある台じゃ全然違いますね。取り込みやすい。よいしょと、え、まず広い、うん、広い、めちゃくちゃ広い、うん、いや、さすがにミニバンほどではないですよ、うん、はい、上がないんで、はい、ただもうめちゃくちゃゆとりのサイズ、うん、そして気になるこのセンターの、うん、はい、ここのコンソールに画面がついてて、はい、ここでいろいろできると、うん、そうですね、はい、でシートの調整だったりも、はい、ここでやるみたいですね、うん、はい、そうです。これは物理キーをシートの脇かドアにつけてほしかった、はい、ああ、そうですね、確かに、はい、ああ、そういうことか。そういうことなんですよ。ただ、はい、いいところは、はい、壊れそうにない、うん、あんまりこう電動が多い車って、うん、これ大丈夫かなってちょっとこう確かに、ね、思うじゃないですか、はい、で高級車になればなるほど、うん、電動のこういうギミックっていろいろついてくるじゃないですか、はい、けどなんすかねこの安心感。なんだろうね、もう絶対壊れないだろうなっていう。確かに、はい、そしてじゃあごめんなさい、はい、社長モードにしていいですか。あ、いいですよ、お願いします、はい、そうすると後ろの座席から助手席も全部操作できるということで、うんうん、はい、で助手席の後ろが特等席ですよね。はい、そうですね。これかな。うわ、はい、
そうすると一番寝っ転がった仕様まで、はい、いけちゃうと。そして助手席はあのオットマンもついてるんで、うん、はい、ヘッドレストが倒れて、うん、一番向こうまで行くと、うん、これが出せると。やばいですねこれは。すごいです。これだから普通のセダンの高級車じゃないですか。もう、はい、もはやそうですね。ちょっと土方社長、はい、ちょっとくつろいでいただいていいですか。いいですよ。土方さんのスペックを教えてください。身長167センチです、はい、というわけで、じゃあもうちょっと高い方でも、いや全然いけますよね、はい、だって足の長さだって身長185ぐらいの、はい、はい、そんなわけないし、殴られそうなんでやめて。そんなわけないけど、はい、ああそうか、あ、わかりました。一つだけクレームというか問題にならないですけど、はい、リアシートスライドすると嬉しいですね。なんとなく、はい、まあいいんですけど少しでも、はい、決して狭くはないので、リクライニングだけということで、はいはい、ただ普通の SUV の感覚で言ったら信じられないぐらいリクライニングすると、これがマックスですね、はい、普通に寝ていきます。あ、もっといける。あ、もっといけますね。あ、やば。あ、こんな感じですよ、はいはい、寝ていけますね。で、全然寝ていけます、はい、そしてそこまでではないんですけれども、はい、この右の席、こちらも操作できるんで、うん、一番倒すと、はい、寝れます。このぐらいまではいけます、うんうん、はい、そしてあとはこちらのモニター、うん、それ以外にも、はいはい、エアコン当然4ゾーンですので、はい、別々にできますし、あとリラクゼーション、うん、リラクゼーション、はい、シートヒーター、ベンチレーション、全部マッサージもついてると、はい、マッサージ好きですよ。いいね、このストレッチとか最高にいいよ、うん、どうですか。ちょっと数々の欧州車のマッサージ機能を使ってきた土方店長的に、うんうん、使ってないですけど。使ってないですか、うん、あ、でもいいな。サワサワ系ですか、しっかり押す系ですか。サワサワ系、サワサワ系。いやいや、でもなんかこう、ちょっと待ってください。全身リフ、あ、あ、これいい、やばなんか太もも、お尻の太ももの付け根、あ、なんかすごくいいですよこれ。なるほど、さすがですね。というわけで、はい、そんなのもついてると、うん、はい、であとエンターテインメントももちろん、はいはい、後ろから操作も可能、うん、ですね、はい、はい、そうです、ね、そしてあと、うん、他の装備に関しては、うん、置くだけ充電、はいはい、フロントと変わらないセンターコンソール、うん、でかい、でかいですよね、はい、そしてドリンクホルダーにもちゃんと蓋がついてる、うん、はい、そして下側にも、はいはい、こちらですね、小物入れ、 USB、 USB、 HDMI の入力までついてる、はい、もう言うことないですね、最高です。そしてリアのエンターテインメント、はい、こちらも標準ということで、はい、最高じゃないですか。最高ですよ本当に。そしてそれが左右個別についてると、はい、でこちらでももちろん、うん、メディア関係、うん、はい、あと後席で入力した HDMI なんかも楽しんでいただけると、はいはい、こんな感じのリアシートになっております。最高です。 あとそうだ、忘れてました。はい、どうぞ。あとですね、ブラインドがありますね、ついてるということで、はい、こちら手動なんですね。手動です。さすがにこれは電動じゃなかったですね、うん、はいはい、というわけで手動のブラインドもしっかりついております。続いてエンジンルーム見てみたいと思います、はい、うん、エンジンの方が 3444cc V6 ツインターボ600とはいえど、やっぱりダウンサイジングして V6 になってしまったんですね。ただこれ、415馬力も出てるということで、はい、まあ、この車体でも十分以上の馬力かなと。で、トルクに関しては650ニュートンも出てるそうです。そして、これ LS 用になんか開発されたエンジンらしいです、ね、はいはいはい、だからもう高級セダンのエンジンをそのまま、ね、静粛性高いですしね、はい、入れてるみたいです。でこれに組み合わせるミッションの方が10速オートマということ で、うん、はい、であとは、オフロード性能に関してはもういちいちこう解説するまでもなく、まあ、でもないですね、はい、もう本当に中東でもガンガン使われて問題ない性能なんで、はい、うん、まあ、その辺は省略しちゃいますけども、はい、この後少し乗ってみたいと思います、はい、そしてですね、今回はやっぱりこの手の車、はい、ランドクルーザー、レクサス、LX600、うん、これ盗難、そうですね、めちゃくちゃ言われてるじゃないですか。テレビでも、はいはい、ネットニュースなんかでも騒がれてるところなんですけど、うん、まあ、そこに絡めて一点使い方の解説というか、はい、で今盗難の手口でいうとスマートキー、こちらですね、うん、こちらの電波を増幅して、うん、まあ、車すごく遠くにあるのに、うん、
電波増幅して、うん、その認識させて、はい、ドアを開けてエンジンかけたりとかっていう手口が多いみたいです、うん、よく言われるリレーアタックってやつですね。そうです、はい、うん、でそれが、うん、あのトヨタの機能で、はい、キーから出てる電波オフにできるらしいですね。なるほど、はい、で僕調べたんですけど、これロックボタン、はい、うん、押しながら、押しながら、はい、ちょっと見せながら押すのは難しいですけど、はい、アンロックボタン2回、そうするとちょっと分かりづらいんですけど LED がピコピコって、あ、今光ってましたね、光りましたね、はい、そうすると、うん、このスマートキーから、うん、この電波が出なくなる。なるほど。なので、はい、藤川さん、電池をこれ開けてください、スマートキーで。お、開かないですよ。開かなくなるんですよ。なるほど。で当然ロックもできなくなるんですよ。なるほど、はい、なので、はい、電波の増幅の仕様がなくなると、うん、電波発生してないですからね今。そうです、そうです、そうです、はい、なのでそういう使い方していただくと、うん、そのリレーアタックっていう手口からは守れるようになると、はい、で、まあ、面倒くさい方はその金属の缶に入れていただいたりだとか、はい、そうですね、あとなんか結構今商品でその電波遮断する袋なんかもあるんで、まあ、そういったものに入れていただくのもいいんですけれども、はい、まあ、なかったとしても出先なんかでもオフにしておいていただければそういうものから守れるっていう、はいはい、こんな機能もついてるそうです。ちなみにスッチ、これ解除はどうするの？あ、解除忘れてました、はい、1回でもドアを開けると解除になります、ね、解除になると、はい、じゃあこれで必要であればその都度やっていただくと、はい、なのでスマートキーがオフになってても、うん、あのキーレスの方は普通に効きますんで、うん、はい、まあ、必要であればその都度やっていただくと。続いて灯火類見てみたいと思います。お願いします。では行きましょう。行きましょう。あれ、僕がいない。嘘です。後ろの席から今回は快適っぷりをお届けしたいと思います。はい。はい。ちょっと運転もしてみたいです。あ、そうですか。はい。途中で帰りましょうか。ステアリングフィールとちょっと足を。はい。はい。というわけで、後ろめちゃくちゃ快適ですね、これ。最高ですね。はい。最高ですね。ってか最高ですよね。もちろん。最高のその上です。はい。はい。これ SUV でこれってなかなかないんじゃないですか。ないですよね、こういうのは。マイバッハとか、そうですね、レンジとか、うん、そのぐらいですね。まあそうですよね。あとまあ X7 のまあセパレートね、そこは、はい、はい、まあ、なんかこれを乗ってるとね、はい、ちょっと密かに楽しみというか待ち遠しいのがセンチュリーです。あ、センチュリーの SUV もあれはどうなってくるんだろうみたいな。確かに見てみたいですね、うん、はい、でしかももうお墨付きのオフロード性能じゃないですか。そうですね、はい、間違いないです。砂漠で砂遊びできますよ。ですね、はい、そして中でも少し触れましたけど、うん、装備に関してはもう申し分ないです、はい、でモニターどうなのかなと思ったら、うん、モニターこれあの、うん、電動で調整できるんですよね。あ、電動ですか。はい、あの角度調整。そう。あ、それもすごいですね。ここにボタンついてるんで、これポチッと押すと、はい、こんな感じですごいモニターの角度まで、なるほど、調整できると、うん、だいぶいいな、はい、SUV じゃないみたいです。はい、はい、そして全体的な乗り味は、うん、やっぱり SUV なのと、はい、24インチ今回履いてるんで、うん、少し本当に少しだけ、うん、硬さまではいかないですけど、うん、はい、しっかり感ありますけど、はい、やっぱり全体的にはめちゃくちゃ快適ですね、うん、はい、多分見た目以上には全然快適です。はい、はい、うわー、いいなー、うん、走り始めて、はい、想像してるよりも、はい、音、はい、エンジンの音っていうか、はい、これわざとしてるのかな。あ、確かにそうっすね、うん、エンジン自体は、ね、そう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 、でもアイドリングで別にノイズがする音が出てるわけじゃないんですけど、うんうん、吹かした時に
音が出ますね、アクセル入れた時に。聞こえちゃってるんですかね、それとも聞かせてるんですかね。聞かせてる気がするな、はい、間違いなく。そうっすね、確かになんかサウンドジェネレーター的なもんですかね。あ、もしかするとちょっとごめんなさい、わかんないんですけど、まあ、自然の音なのか作ってる音なのかわかんないですけど、調律された音がしますね、うん、しますね、はい、間違いなく。そして思うんですけど、さっきもちょっと言ったんですけど、はい、オフロードからこういう高級車に進化したわけじゃないですか、はい、はい、言ったら、うん、だから逆パターンとやっぱりちょっとこのアプローチの仕方が違うというか、うん、あ、そうですね、はい、はい、確かに。高級車メーカーがオフロードの車作りましたよ、うん、まあ、最近多いじゃないですか。多いですね、フェラーリが出してきたり、はい、はい、そこと、うん、オフロードでずっと戦ってきた、うん、ランドクルーザーが高級になったっていうと、はい、やっぱりちょっと出来上がったもの違うなと。確かに、はい、だかちょっとしたなんかそのグリップが必ずあったりとか、はい、はい、だって後ろの席もありますからね、グリップ。そうなんですよ、はい、それさっきその沖の撮影の時に乗り込む時にものすごい楽でしたね、うん、まあ、重要なポイントですよ、はい、だ高級とかって言ったら、うん、まあ、やっぱりスマートさも求められるじゃないですか、はい、はい、だその辺がすごいしっかりしてる、うん、そうですね、はい、そしてシートは、うん、あ、これびっくり、シート一番起きてる状態でも、うん、全然超ゆったりっすね。くつろげる、めちゃくちゃくつろげます。あ、いいですね、はい、そして今ちょうど平らな道のところを、はい、走ってますけど、はい、はい、SUV 独特の少しこうホイールが転がってる感ありますけど、うんうん、ありますね、やっぱり全体的にはすごくコンフォートっすね、うん、確かにランクルと全然キャラがやっぱり、はい、違いますね、差別化されてる感じがします、うん、ちょっとこれはいただけないなっていうのは、はい、僕のポジションだと、はい、ちょっとだけここが邪魔です、ちょっとだけ。あ、はい、確かにモニターでかいですもんね、はい、でもポジション的には気持ちだけもうこんぐらい上にすればもう、はいはい、ボンネットの先が見えます。なるほど、はい、でボンネットもこの真ん中がへこんで両端がこう盛り上がってるデザインなんで、うん、割とこう先頭はつかみやすいというか、うん、そうなんですよ、はい、これ考えられてるんですね。ゲレンデのウインカーじゃないけど、はい、割とこう目印というか、うん、はい、はい、ニュアンスが分かりやすい、うん、なんかそういった機能的なところをデザインの中にこう溶け込ませるのって、はい、簡単なようで難しかったりするじゃないですか、はい、で昔からよく言われるようにそれが上手なのがそのベンツとポルシェ、はいはいはい、ポルシェなんかも911系なんかフェンダーの膨らみとかがはっきり分かるとか、はい、これはいいですね、ストレスにならなくて。なるほど、うん、あとは今回24インチを装着してるんで、はい、山遊びはできないですけど確かに、はい、そういう時はもう履き替えましょう。そうですね、はい、はい、キャンプ行くぞとか、そうです、ね、はい、山遊びするぞっていう時は、はい、そういうホイールに履き替えて、うん、まあ、言ったらだってモデリスタのホイールだって、はい、一本何十万もするやつで、そうですよ、はい、あれでちょっと川に入ってったりとかできないですから。できないですね、はい、それはそれ用の、うん、まあ、運動靴と言うべき、はい、はい、履き替えましょう。そうです、はい、それでは参りましょう。はい、行きましょう。ドライバーチェンジしまして、ちょっと運転もしてみたかったです、はい、うん、そうですか、はい、はい、これ助手席、後ろの席からいろんなとこが触れるじゃないですか、うん、いろんな座席が、はい、運転席からできたらいいなと思ったら、うん、しっかりここで助手席だったりとかっていうのも触れるようになってると、はい、抜かりないですね。さすがです。あ、こういう感じっすね、うん、思った以上に SUV らしさがあるっす、うん、でしょう、はい、ハンドル握るとね、はい、なんか同乗してるだけだと分かんないんですけど、はい、すっごいコンフォートな SUV で乗用車みたいなのあるじゃないですか、うん、最近、うん、じゃなくて、ま、もう紛れもないオフロードからの、あ、そうですね、 SUV っすね、はい、なんかこう入力が分かりやすいというか、うん、はい、あ、こういう感じなんすね現行、うん、へえ。ごくごく低速なんかはもうめちゃくちゃ乗り心地いいし、はい、うん、なんですけどこう突き上げとかはこう不快じゃなくこう分かりやすいというか、はい、地面のこのそうですね、はい、うん、ボコボコが分かりやすい感じ、はい、へー、こら売れるっすね、うん、ただちょっとプレネなのはちょっとね、うん、そこはちょっと
もうでもなんか最近人気の車プレネが当たり前になってきてるっすからね。うん、もうなんかポルシェとかもそうだし、だからもう作れる台数が少ないじゃないですか、うん、最近は、うん、だから余計ですよ ね、 そうですね。ちょっと辛いところではありますけど、あと物理機残ってるのめちゃくちゃいいと思うんですよね。そうですね、エアコンもそうだし、うん、はい、あと1回でいいからクロールコントロール使ってみたいんですよ。使ってくださいよ。いやここで使っても意味ないじゃないですかその砂跡がはまった時に、はい、もぞもぞもぞってやって出てくる、うん、はい、あれなかなか試せるとこないんでお届けできないですけど、気になる方はクロールコントロールで調べていただければ。そうですね、いやそれは中東の砂遊びする人買うわって感じですよね、うん、あれすごいっすよね。僕わかんないですけど、あ、まあ動画で見るとね、はいはいはい、うん、すごいですね、はい、だってどんだけゆっくりアクセル踏んだって何したって書いちゃって出てこないのを、うんうん、クロールコントロール使うと本当にモゾモゾモゾって出てくるんですよ、うん、すごいよね。どういう仕組みっていう、うんうん、あー、うん、これ走り出すと、はい、すごいこう大きい塊をこう走らせてんだなっていうのが伝わってくるんですけど、うん、はい、でも乗りやすい、うん、全然フラフラしないし。そうですね、やっぱりこれだけ大きくって、うん、重たいタイヤホイールっていうか、まあ単造でって言ってもさすがにこのサイズだと軽くはないですからね。重量あるじゃないですか、はい、で全体的なこの車の仕上げというか、うん、作りも、うん、ザ SUV のこの形なんで、はい、多少フラフラ感あるかなと思ったら全然しっかりしてますね。めちゃくちゃしっかりしてるっす、うん、だ本当にこういうコーナーとかでもこう修正だいらない、うん、はい、切りましたり戻したり必要ないぐらい、うん、安定、終始安定してますね、はい、乗り味違うっすけど乗り方的には本当にセダンみたいな乗り方ができちゃう、はいはい、あ、パワーある、うん、踏めばある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 、うん、あ、でも、うん、やっぱりこうなんだろうな、排気量なりの、ね、はい、うん、感じはしますね、はい、V8 大排気量のあのゆとりはないです、うん、ただじゃあこのエンジンで不満あるかって言ったら、うん、多分ほぼ不満ある人はいないと思います。そうですね、本当にだからあとはもう何ですか、感性の部分、うん、V8 大排気量のあのロマンの部分ですよね。そうですね、でもやっぱりこう毎回言いますけど、はい、エンジンもそうだし、あとミッションとのバランスがね良くて加速も途切れないしっていう、きめ細かいですよね。そうですね、もう最近の多段10段ですからね。そう、あ、そうだからシフトがいつ変わったのか分かんないんですよ、はい、あんまりいまいち分かんないですね、はあ、本当にシームレスにどんどん繋がっていっちゃう感じ、うん、パドルを CVT みたいな、そう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 、本当に藤川さん、ね、大変です。何ですか、パドル操作しても分からない。分からないね、これすごいよね、タコメーターの動きしか分かんない。分かんないよね、さっきも俺なんか僕が乗ってる時もタコメーター見てシフトアップしてるんだなっていうのは分かるけど、え、これは分からない、すごい本当にタコメーターのその針の位置と表示の数字でしか分からない、はい10段すごい、うん、すげえな。これをなんかギクシャクしないで綺麗に繋いでいくんだからすごいよね。いや、すごいっす、うん、細かく。だってエンジンもいろんなことやって、うん、熱効率めちゃくちゃいいらしいっすよ。そうなんだ、はい、41% っつったかな、なんかこのクラスではもう最強な、うん、クラスの、ああ収まりもいいね、はあ、だからさっきみたいなこういうちょっと段差とかでも、うん、ちゃんとこう前がこう振られるんですけど1回でこう収まるし、うん、でも間違いなくそのセダンとかクーペとかに比べて足も長く、当然ストローク量も長く作ってるわけじゃないですか、うん、でしっかり収めてるってやっぱり車自体のフレームの良さだったりとか、うんうん、その辺がすごくしっかりできてるんだと思いますね。ランクルもだって長いっすもんね。いやそうですね、うんうん、いやいい車でしたね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
じゃあ最後になりますけども、うん、今回恥ずかしながら勉強不足でした、はい、恥ずかしいですもう早々にマークしとかないといけない車でしたね。そうですね、はい、どうしても比率的には輸入車の方が多いんですけども、はい、特に名古屋店、はい、トヨタのお膝元ですから、そうですね、やっぱり国産車に目を向けてみると、はい、意外にこう欧州車が攻めてないところがあったりとか。そうですね、はい、結構トヨタこんな感じなんだ、レクサスこんな感じなんだねっていう発見もあったりとか。トータルで言うとやっぱりかなりいい車だっていうのは、そうですね、結論としてもう間違いないかな、うん、間違いないですね、はい、で特に今回カスタマイズされてて、はい、まあ、比較的、まあ、全体的に受注も停止してるってことで、うん、まあ、プレネ傾向ではあると思うんですけども、はい、そんな中で、はい、当社の在庫のこちらの車、うん、カスタム費用を考えたらお買い得なんじゃないかなと、お買い得ですね、思いますんで、はい、まあ、もちろんこのまま乗っていただくもよしですし、うん、まあ、プラスアルファ仕様変更なんかもご用意いただければ対応できると思いますので、ぜひお問い合わせください。というわけで今回はレクサス LX600 エグゼクティブをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。